どっちだ？坂好きの間って言ってたな。ん？二つ並んだ絵、タイトル双子のうさぎ。双子のうさぎ？血を全部やればいいのか。足りない。二つでいいのか、ひょっとして。やったぜ。で、ここは書庫に。杯の間とは書いてないですね。高っ。そうか、二人同時じゃないといけないのか。茨かな、食らうかな。これはこの国の歴史の本2巻と書いてある。内容をよく読む。建築から約100年が経った頃、南西より飛来した悪魔に城が支配された。悪魔は恐怖を振りまき、城に近づく者を無慈悲に襲っていった。城主に襲われた者は皆血液を吸い尽くされ、肉体が硬い岩石となり二度と目覚めない。その残酷なる修行に人々は恐怖した。城主に襲われた者？ロゼのことこれ。そしてかつて人々を守った堅牢なる城壁は悪魔の安寧を守る棺へとなり果てたのである。ガブリエル歴17年、人々は悪魔と戦うために手を取り合い、とうとう一つの組織を作り出す。現在にまで続く修道会の誕生であった。にゃっぴ。これはいらないっていうことか。レバー押せないですね。色を奪う。レバー押せない。なぜ？まあいいや、上に行くか。お3、4。この国の歴史の本3巻と書いてある。1巻はみたいな。どれほど時は経ったか、どれほど人が死んだか、どれほど悲しみが続いたか。悪魔の横島なる牙は鈍色の巨人の力で砕かれ、長い長い悪夢が終わりを告げた。人々は歓喜に震え、7日7晩勝利の宴を続け、1年分の美酒を欲した。人々の歌声は20里先の村まで届いたという。ガブリエル歴108年霜の降りし季節の出来事であった。ガブリエル歴この国の歴史の本4巻と書いてある。300年続いたガブリエル朝が滅び、現在にまで続くベゴニア国の生まれし頃、多くの村でとある奇病が流行り始めた。人間を醜い怪物へと変貌させるその病に人々は悩み、苦しみ、恐怖に震えた。長い研究の末に病の原因が暗闇色のイバラであると判明。多くの人々がイバラの根絶を試みた。しかし全ては徒労に終わり、イバラの犠牲者は増える一方であった。そして人々はついに原因の根絶を諦めた。イバラに触れた病人は村から隔離され、死よりも残酷な塗りつぶされていて続きが読めない。死よりも残酷な、なんだろう、ずっと放置される的な。死よりも残酷な放置プレイ食事なし。うわー、あ、
これ茨通れるんだ。一巻あったわ。あ、ここに収めるんだ。フルール・ドゥリス歴292年どの歴家畜の肥えし季節、険しい山の上に大きく堅牢な城が建てられた。流れの急な川の三角州に作られ、周囲は切り立った崖に囲まれており、その様相はまさしく自然の要塞。城の周囲の険しさとは対照的に、麓には平地、森が広がっていて、次第に城下町が発展していった。永久なる平和の居城、城下に住まう人々は皆そう呼んだという。ホタルの後の、ホタル後に栄えたのかな。ホタル後に栄えて、ロゼの後にボイドで滅ぶみたいな、繋がってるんじゃないですかね。ボイドが一番始まりなのかな。ボイドで始まって、ロゼが中間で、ホタルで滅ぶみたいな。あぶねえ。一回こうやって降りてこないとダメか。順番通りでいいんだろうか。拾えない。やばい。こうやってやるしかない。拾えた。一旦置いとこう。順番通りじゃないかもしれないし。何々できってそういうことなのかも。とりあえず順番通りにはめてみますけど。いで。1234 3。2 1。まあそうだわなそりゃそうだ。そんなうまくいくはずがない。さて、天文学、元の順番通りに。天文学ってこれのことだったのか。歴史の本、フルール・ドゥリス歴792年。険しい山の上に大きく堅牢な城が建てられた。これはどう見ても1は1だよな。建築から約100年が経った頃、これも2は2だよな。ガブリエル歴17年。ガブリエル歴108年。300年続いたガブリエル朝。順番通りでいいみたいな感じなんですけどね。色を奪う、いや関係ないな。どうやらこれ逆からね、4から入れてくみたいですね。いや逆っていうのもあれだけど、まあさっきと逆といったところでしょうか。この右読みの文化って外国でもあったのかね。ファッ、いで、危ねえ、よく死ぬとこだった。巨人と一緒に行くっていうことか。あれどう見ても記憶だよな。まだ早い。何かあるはず。レバー。こっから飛び移ると。こっこ。巨人関係あるじゃん。ダスン。これで開くらしいよ。やった、あだ、危な。やったぜも言わせてもらえない、こんな世の中じゃ。
行くぞ。一瞬だな。一瞬すぎる。右上にも何かありますけど。続きですね。司祭が来るのか。待って、読んでるだけで終わらないで。助けて。ファ。どういうこと？あー、これで初めて能力を使ったとか日誌に書いてあった場面。まさかコウモリから伝わって伝染するとかじゃん。受験行きましょうね。ここはショコさん。赤い、不自然に赤い。なんだ、何かを置くような場所。一応吸っておくか。最初はこれか。絵本、特にギミックはなさそうですね。誰も覚えてない。昔々、山の上に恐ろしい化け物が住んでいました。化け物は山の上から呪いの息を吹きかけて人々を苦しめていました。山には春が訪れず、厳しい冬が続くばかりでした。そこで、優しい山の神様は岩山のように大きな巨人を人々へ与えました。山の上の化け物のもとへ、のっそりのっそりと巨人が向かいます。巨人は寝ている化け物をぺったんこに握りつぶして、むしゃむしゃと食べてしまいました。こうして村に平和が訪れ、人々は幸せに暮らしましたとさ。神の産物なの、この巨人って。そこまで飛躍しちゃうの？はめ込めない？色を与えるとはめ込めるっていうことか。やったぜ。レバー、いくぞー。早いな。あれが師匠の言ってた本か。天文学の本。なんかいっぱいあるな。ツイッターみたいな。生き物の図鑑と図鑑、鳥の絵が描いてある。鳥の絵。人食い血の実オオドリ。大きな耳と鋭い牙を持つ異形の鳥。人の生き血が好物で、夜に出歩く子供を闇の彼方へ連れ去ってしまう。遥か昔は一般的な鳥の姿であったが、人食いの化け物から血の味を教わり、現在の醜い姿に変貌した。生き血を吸われると必ず命を落とすため、その吸血行為を見て存命の者はいない。闇夜には頭上にご注意を。マジか。じゃあ、あのコウモリとかも。これか。コウモリとかも伝染してるっていうことか。能力を与えるわけではないみたいな。巨人と移動することに意味はなさそうだが。魚？黒バラ。美しい黒色の尾ひれと腹部が特徴の川魚。大変美味のため愛好家は数知れず、ブドウのしだれし季節には多くの食卓に並ぶ。
黒い腹部には大量の卵が詰まっており、塩漬けにすると絶品である。過去には茨の化身として食すことを禁ずる時期もあったが、現在ではむしろ病の予防となるとして広く愛されている。いいんだ、食べて。そっからまた映らない。開くかな。違うわ、これ持ったまま登れる。登れない？投げないとダメか、巨人で。行くぞー。あ、違った、ボタン間違えた。左に。巨人登れないよな。エレベーターで行ける？行けますね。この瞬間に、いか、自由落下で。で、こっから渡っていくのか。帰りはショートカットで行くけど、これ一苦労しそうだな。普通にショートカット使わなかったら。鍵？この地方の歌の本、暁の空。黄昏に枯れゆくベゴニアの花、陽光の傾き春の沈黙、茨の広がる赤きのでイナゴの群れがリリを組み、純潔の雫滴りやまぬ。いつか茨を踏み越えて小さき若葉に手が届いたら、暁の注ぐ野原の道を君と再び歩みましょうか。にゃっぴ。満ち欠けか。これも右からでいいのかな。間違えた。この地方の歌の本、黄昏の雲。真夜中に一人寝なし草、色なき枯れの失せたぬくもり。あなたに惹かれて歩んだ道を、枯れ草を踏み野原に果てる。ロゼのアダバナ、つまれしリラ、虫食いのリリー、儚きベゴニア。彼氏の悲哀を糧として再び茨が燃え立つように、悪魔の恐れし暗闇でこの夜のすべてを包みましょう。にゃっぴ。間違える。つい間違えてしまいますね。真夜中の風、暁に思うはリラの香り、夜明けのまどろみ、始まりの記憶。幼き彼女の手を引いて青草を踏み野原をかける。いずれ朝日が降り注ぎ、ロゼのつぼみが開いたら、日陰に芽生えし茨の棘を、君と二人で手祈りましょうか。手祈り？違うわ。違うのか、これは。交換できる。合ってた。巨人じゃないな。自分踏み潰されちゃうか。また自由落下もあり得るな。登ってくるときに移ればいいだろう。コッコ。あれは？そっか、乗ってなきゃいけないんだ。コッコ。天文学の本、きたー。月光のささない夜には呪いの茨が深く生い茂るとされる。月は神々の帰る場所であり、月光には浄化の力があるためである。茨の生えぬ氷の国では、月が昼夜いつも顔を出しているという。月の姿が見えない夜は、茨の闇が月をすっかり覆っているのだ。
神々に茨を抑えてもらうために、ブドウのしだれし季節には生誕祭を欠かしてはならない。もうそういう神とかそういう話なのこれ。あ、ちょっとむずい。やはり登ってくるときか。よし、行こう。開くわけじゃない。これを持って師匠のところに行くっていうことか。処刑の間でいいのかな。本持ってってるかな。ないよ。はい、ということで本を抱えたまま戻ってまいりました。何かイベント起こるでしょうか。師匠は本を受け取ると嬉しそうに微笑み、手紙と鍵を差し出した。やったぜ。師匠のメモに、おお、この本じゃ、この本じゃ。ありがとうよ、ロゼちゃん。さあ、星を見に行こう。昔のように。おや、ロゼちゃん、どうしたのじゃ。親父さんにお使いを頼まれたのかい。お使い、お使い、お願い。盾の間のウサギの像が欲しいのじゃな。小さいからロゼちゃんでも運べるじゃろ。明日の収穫祭までに持ってくるといい。ウサギの像には茨よけの力があってな。もしかしたらあの子もわしから渡そう。ブラに。おやおや、迷子になったのかい。この鍵を持っておいき、杯の間の先へ行けるようになるじゃろう。ああ、すまない。許しておくれ。ロゼちゃん、ロゼちゃん、ロゼちゃ、頼んだよ。ロボかな。こっちかな。なんか、使えたり使えなかったりするんだよな。ファストトラベル。コッコ。行くぞー。え？そっか、茨があるから無理だったっていうことね。びっくりした。巨人が勝手に話したかと思った。また本か。いけないぞ。こういうことね。本ないですけどね。この先から持ってくるっていうことか。小さな絵、タイトル「宵の空」。逆にするとか。赤をメインにするっていうことか。ああ、それっぽいな。あとは赤く塗りつぶす的な。やったぜ。月になった。三日月になった。そこまでしろとは言ってない。4つ並んだ絵、タイトル星を見る人。星を見る人、なんかトリックアート的なの来たな。星を見る人。これでいいのか。宵の空、またかい。三日月にしろっていうことか。また、お、これでいいっぽいけど、もうちょい塗りつぶしてみるか。これでいいのかな。え？
また宵の空、月を見る人、星を見る人。分かったぞ。顔の向きか。で、これを吸い取る。あ、違うわ。返して。ひどいことになってってるから。これを取る。あ、逆か。これでいいのかな。星を見る人で月を見る人だよな。ほんでこれを吸い取る。わからん、自信ないわ。動かないっていうことは違うんだろうな。違う。どうやら顔を赤く塗りつぶすんじゃなくて白くするみたいでしたね。これでいいらしい。逆でした。顔が惜しい。実質合ってたから脳幹。ん？血の記憶がある。塞がれてる？また絵か。ん？ウサちゃん。ウサギの像。なぜ手に持つと小さくなるのか。なぜなのか。吸い取れない。これをどっかに置くっていうことか。これも塗りつぶすんかな。待って、今度は像の並び方とかか。ここがあの右上に何かあるって言ってた場所か。ん？これは何の関係が？色を吸い取るためのか。割れないよな。相当重いっぽいな。微動だにしない。上に乗せる。急に崩れてきそうで怖いな。あ、色取れるじゃん。ここで取れるようになるっていうことか。巨人なら高所から落ちても大丈夫。すごい。これを塗りつぶすのだろう。大きな絵、タイトル、我が城の外観。城？向こうまで。向こうのが取りたいのだ。無理か。さらにこの置物で色を合わせるとかじゃないよな。置く場所に。おお、すごい。一筆で全部やればいいのか。まだ足りない。しまった、動けなくなる。端っこにやらなくては。あれ取れるか。取れた。こう。階段。これでロゼを上に投げていけば
こう。やったぜ。あ、向こう動けなくな、向こう行けなくなるとかじゃないだろうな。頼むぞ。2箇所ないとダメなはずなんだが。これじゃダメなの？外観。